ビューチフルドリーマーは、イギリス産の繁殖品馬。1908年に、日本の小祝農場が輸入した20頭の繁殖品馬のうちの1頭であり、多くの活躍馬を送り出し、日本の一大メス系の祖となった。1904年に勃発した日清、日露両戦争を経て、欧米と日本の間における歴然とした群馬の資質差が問題となり、この育種改良が、 喫緊の課題となった。1907年に馬政局が設置され、馬産振興を名目とした日本における本格的な近代競馬が始まった。馬の生産は国家事業として各地の五両牧場が中心となったが民間においての生産も大いに奨励され、これを受けて三菱財閥が経営する当時民間で最大の牧場だった小祝農場が イギリスよりドネボがインタグリオート20頭の繁殖品馬を輸入する。そのうちに含まれていた1頭がビューティフルドリーマーである。購買価格は日本円で5500円で、これは現在の貨幣価値に換算しておよそ5億から6億円という大金であった。購買にあたっては下草ご両牧場長の新山荘タスクが馬の選定を担った。 一説には破産した牧場のつなぎ用品場を丸ごと買い取ったとも言われているが、その真偽については定かではない。輸入後、インタグリオとの交配によって誕生した一番、コインタグリオは、メグロ競馬場で行われた当時最高峰の競争、連合2マイルをレコード価値するなどの活躍を見せ、ビューティフルドリーバーの購買価格を上回る7130円の賞金を稼ぎ出した。 1919年生まれのスターリングは、小馬の頃に4500円の高額で買われ、連合2マイルに優勝して、期待に違わぬ名馬と言われたが、後に競争中の事故で死亡した。そのスターリングに代わって登場した、ハー妹のチェリー・ダッチェスは、横浜の提出後焦点を、はじめ17勝を挙げた。3番子、エチゴも、大レースでの勝利こそなかったが、3度のレコード勝ちを、 記録し、提出5商店で2着と3着になるなど活躍し、6510円を稼いだ。チェリーダッチェスは、繁殖品場となってから提出5商店カチューマの日本海を生み、母子2代の5商店場となった。ビューティフルドリーマーの名をさらに高めたのは、ダイヤモンドウェディングとの間に生まれた種吉と、孫のバッカナムビューチーという2頭の品場である。種木は、 繁殖品馬として、提出後商店優勝の近店や品馬アストラル、白吉を生み、さらにアストラルは、カブト山、カブアナーという2頭の東京優春優勝馬、提出後商店優勝馬ロツキーモアを排出し、繁殖品馬としても特筆すべき成績を残した。アストラルのメスゴマの、第3アストラル、雪木の2頭からは大きくメス系が広がり、 前者は、優秀少年度代表馬竹ホープと、優秀品馬チウマ竹吹雪指定を最も有名なものとして、大ハヤブサから派生した千代田牧場の、ワールドハヤブサ系のビクトリアクラウニア日報帝王、タレンティドガール等が、昭和50年代から60年代にかけて活躍した。雪木の子孫からは、天皇昭馬エリモジョージや大歌昭馬エルプス、さらにエルプスの孫に、 G.I. 競争参照のテイエムオーシャンがいる。また、ビューチフルドリーマーとインタグリオの子、第3ビューチフルドリーマーからは、第5個バッカナムビューチーのメス系から五冠馬、新山、明治光という2頭の検証馬、1954年の慶州車少年度代表馬白霊といった、日本競馬種を代表する名馬が出ている。他にも第7個ブライトンのメス系から、 喫花商場インターグ試験や大花商場たまみが第8個ブランチのメス系からオークスはひらよしが出た。現在でもビューティフルドリーマーの子孫の活躍場は数多い。2012年のビクトリアマイルをホエールキャプチャが優勝し輸入から100年を経過した後も中央競馬の GI 場を出している。以上のようにビューティフルドリーマーの系統は 現在に至るまで勢力を保っており、日本の貴重な在来メス系として、決闘的にも未だ注目を集め続けている。ビューチフルドリーマーが、つなぎようされていた岩手県にある、岩手県競馬では、その功績を記念した、重症競争ビューチフルドリーマーカップが施行されている。父エンスージアストは1889年の2000、ギニーの優勝馬、母レッポそのおいに、 ドイツ最古の重症競争ウニオンレ年ネンの優勝馬、ムンドスタインがいる。ありがとうございます。